年の5月でした。南アジア少年自然の家で実施した宿泊学習のことです。最後の日にフィールドワークに班ごとに出かけました。私のまずゴール前の最後の課題が、緩い坂になった草むらを寝そべって転がれ落ちるという課題でした。一番最初にそこに来たグループの子どもたちは、その課題を見ると大きな迷いとともに私のもとで走ってきて、校長先生、本当に草むらに寝転がっていいんですか、寝転がって転がれ落ちていいんですかと念を押すように私に聞くのです。ここは原発からすごく離れているから大丈夫だよ、いいんだよ、いっぱいやっていいよと私が答えると、本当、わーい、やったー、万歳と叫びながら、何度も何度も嬉しさに大きな声を上げながら転がり落ちていました。子供たちがこんなに毎日の生活で気を使って生活してきたんだと、その時私は初めて実感したのです。このように放射線量の高い地域の子どもたちは、どこの学校の子どもたちもこんなにも小さな心を痛め、原発被害の下で不自由さに不平を言うこともなく、制限された環境に不満を訴えることもなく、家族を思いやりながら精一杯生きているんです。今回6月末に新潟県見附市での移動教室は、自分たちの良さも努力すべき欠点も全て知っていて、日頃の学校生活の中で毎日温かく声をかけ、手を差し伸べてくれる担任の先生と一緒に力いっぱいのびのびと生活できる唯一の場所だったのです。唯一の機会だったのです。そこでお願いです。福島県の比較的線量の高い中通りや浜通りの地域では、大好きな学校の先生と一緒に学級ごと学校ごと親しい仲間みんなで参加できる移動教室の機会を、復興予算などの中からぜひ継続的に与えていただきたくお願いいたします。で、移動教室の効果でありますが、この集団生活から望ましい集団活動ができるようになってくる。さらにここが大きいと思いますが、放射線量を全く気にしないで教師も子どものびのびした活動ができると。草花や土など心ゆくまで触れるというふうなこと、今元に戻すというふうなことで、いろいろ事業を起こしておりますが、教育の中では私は元に戻すのではなくて、この危機を、この震災を境に新たな事業でさらに活性化するもの、発展する事業にしたいというふうなことから、この移動教室に取り組んでおります。まあ、文科省としてもできるだけ前向きにそういう取り組んでおられる お取り組みをできるだけ支援させていただこうということで、幅広く取り組んでいる中で、この移動教室についても直接ではないんですけれども、先ほどビデオでもコーディネーター役というか影の立役者として橋本さんという地域交流センターの方が出ておられましたけれども、そういう交流コーディネーター役のところに支援をさせていただいていると、そういうご縁で今日移動教室の発表があるということで見学に来させていただきました。行政ではどうしてもそのきめ細やかさとか、その十分なところはできないと、そういった面ではその今日集まりの多くの NPO 法人はじめボランティア活動、いろんな形で実施されている皆様方のこう幅広いご支援をいただきながら、その中でも行政で何ができるかというのはお話を伺いながらしっかり取り組んでいければと思っております。今日はご苦労様でございます。またありがとうございます。福島市も放射線量は決して低くないんですけれども、なかなかそういう話もできないし、その保養に関して情報が一定してないのでとても苦労しました。ただ心配している親はたくさんいますので、その辺をもっと一定にしていかないといけないなと思います。小さな子も幼稚園とか本当に外で遊んで砂をいじったりするのがとても大切な時なので、そういう子どもたちにも手を差し伸べていただきたいと思います。で、福島の子どもたちにもっともっと笑顔を与えるチャンスを作っていただきたいなと思います。ありがとうございました。自分の経験等を踏まえると、
そのストレスから福島からちょっとでも逃げるというのは僕も含めて福島の子どもたちには本当に必要であり大切なんじゃないかなというふうに思います。ただその時間というものが平等に与えられているかといったらそういうわけでもなくて、一人一人情報の入手経路というものは違うわけで、新聞からしか情報を手に入れない、携帯からしか手に入れないという、人によって情報って格差が生まれると思うんですが、その格差を少しでも埋めるにはやっぱり行政の協力が本当に必要だと思います。その時間というものを公平に与えるには行政の協力があってこそというふうに僕は考えていて、福島県の子ども全員を救う、守るためにはやっぱり行政の協力がなくちゃいけないんじゃないかなというふうに僕は思います。その活動、その行政と協力した活動の中で、やっぱりさっき上映された移動教室っていうのは子どもたちの負担も少なく伸び伸びと生活していくためには、やっぱりその学校学級単位での雇用っていうものが本当に重要になっていくんじゃないかなというふうに思います。もうこれは国民のフィルターでなければいい予算か悪い予算か分かりません。昨日の政府の答弁を聞いておりますと、今の予算は全部いい予算です。それは私たちの常識ではありませんし、私たちの公正の感覚ではありません。これは国民全体の被災者のフィルターをかける必要性がある。そして来年度の予算はぜひそういう形に手直しをして取っていくということを私たちも展開していきますので、協力よろしくお願いいたします。あやなき福島のことをですね、福島の再生なくして日本の再生なしだっていう掲げて政権立ち上げたにもかかわらず、今もううまくいってると思ってるのかどうかという話だと思います。要するに全然その被災地の皆さんの声が届かない、復興の進め方が遅い、で今日のようなお話は一切その会議で出てこないんですね。私も大いに反省しております。ぜひこれからでも間に合うことがあると思いますので、一生懸命やらせていただきます。ぜひ教育の中でどういった形で子どもたちに安心して教育できる環境を作っていくのかというのが、本当に今日千歳先生の話をいろいろ伺っていて、ラオスの話も出てきましたが、もう千歳先生に文科大臣やってもらいたいぐらいですね。本当に教育に対する情熱をですね、ぜひ変えていくリーダーシップが本当に必要なんだと思います。学校の校長先生の思い、この考えっていうのがやっぱ学校にやっぱ大きな影響を与えていくっていうことは、僕も学校の現場に少しいて感じているので、もちろん行政の力もありますけれども、やっぱ本当に現場の先生たちのやっぱ考え方っていうのがすごく大きいなということをつくづく思いました。今日宍戸さんのお話伺っててですね、私は本当確信したんですが、つまり我々にはですね、その緑の芝生の上で寝転がる権利があるんですね。これは本当人間の権利なんですよね。でそんな当たり前のことが保障されていない今の状況っていうのがおかしいっていうことを、やっぱり私たちはずっと言い続けないといけないということを改めて確信しました。で、被爆をしない権利ということだと思います。で私たちサフランではずっと避難をする権利があるんだ、義務ではなくて権利がある、それぞれの選択なんだということを言ってきました。しかしそうするとですね、そう在住を選んだ方と避難をされた方、これが対立構造になるんじゃないか、こういうふうに言われる方もいます。でも違うんですね。どっちも被爆しない権利なんです。在住しながらできるだけ被爆をしないように過ごす、それは保養や移動教室、こういう取り組みですね。で避難をする、これも一つの被爆を避ける試みです。どちらも被爆をしない権利なんですね。で私たちの敵はこのお互いが争うことではなくて、現に起こっている被爆という問題をなかったかのようにしようとする人たち、本当に起きていることを全くなかったかのように捉えようとする人たちが私たちの共通の敵なんだと思います。一つの方向を向いて被爆をしない権利というものを確立していくということを、今日この場から始めていかなくてはならないんじゃないかなというふうに今日のお話を聞いていて思いました。一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。